どこだ。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おい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 、こんばんは。こんばんは。ですね、先ほどの作業配信からの続き、PC がちょっと調子悪いので、おかしかったら申し訳ございません。設定が現状維持のまま。おい、大丈夫か、これパソコン。荒ぶってるね、荒ぶってるね。荒 ぶるじゃん、ハム。やるじゃん。寄ってくるじゃん、お前。お、なんかバグってんな、UI 出ねえしな。お、激しくバグるじゃん。寄ってくれるじゃん。生意気じゃない、豚のくせにさ。頼むよ、ハムちゃん。てか、サッカーとか見たい人っちゅうかは、あれよね、ほら、もっと健康的な時間じゃない。3時からサッカーするやついる？ 自分で言うのもなんだけどさ、やるんだけどさ、ちょっと話したいこともあったから、やるんだけどさ、ソラさんがさ、チャットにさ、メッセージ残してて、なんと AMD からグラフィックボードが出るんで、GTX 270280Ti を含む、の100ドル値下げだって。だ、日本のやつも安くなるんじゃない？いいよ、いい流れ来てるよ、これ。よし、じゃあちょっと飲み物取ってきますね。で、サッカー、サッカー、シャッカー、シャッカー。多分これでシャッカー動くだろう。17じゃないんだ。あれ？シャッカーは、シャッカーオリジン。シャッカーオリジン。ショートカットをさ。FFF。FF。まあ、なるべく4時くらいに終わるようにしたいけど、当てにならないね。どこだ？オリジン。PC 民は喜ぶんじゃないだろうか。100ドル値下げっすよ、100ドル値下げ。1万円以上値下げっすよ。でかいぜ、これ。まあでも日本がね、結局。本当パソコンパーツ弱いからな。なんかチップとかね、そういうのはね、なんかすげえ作ってる印象あるけど。コンデンサーとか。あ、え、待って、いや、俺、インストールした件について。いや、インストールしてるよ。え、なんでダウンロードしてんの？ちょっと待って。準備中。うん。ジェペン。ちょ。今日俺、おかんにクローン CD 作って、クローンディスクで Windows の、おかんのハードディスクのデータを移行してあげたから、その時にドライブの番号狂ってんのかもしんない、これ。D ドライブに入れたんだよ、俺、多分。D ドラに FIFA 19入ってるべ？入っているよ。トライアルエグゼっていうのをダボークリックするとどうなる？まず ENA。アマギンズではないですか？アマギンズです。うん。
有効化しろとか言ってるな。ああ、多分サイズのフォルダのデータのフォルダの紐付けがなくなっちゃったんだ、これ多分。もう一回インストールしろとか言ってるな。だからじゃあ、これ上書きインストールになっちゃうかな。ダイスとか、BF とかはね、BF とか裏技じゃないんだけど、データ、DLC のデータとかあると突っ飛ばしてくれるんだよな。ワンチャンいけるかな。製品コードで紐付けって言ってたから、製品コードは出せるかい？FIFA 押します。マジっすかー、今からダウンロードしたら無理っすわ。何だったんだこの配信っていう。仮想通貨、うわあれだ、FIFA ポイント。うわすげえ、課金やべえこれ。ああ、課金やべえこれ。課金要素のページ出てきた。あかんあかん、すげえなー。ゲーム内マネー買うの2000円で買うのが2000円。ほぼ10日か。なるほどね。ゲームを指定する。して、あ、これでフォルダ、あ、よかった。いける、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 いける
これが来い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 、ダウンロードからダウンロードじゃないよ、ゲームファイルを確認中、来い来い来い、キョキョイ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 、いけるでしょいけるでしょいけるでしょ、確認して、確認中だって、確認して、激しく確認して、確認して、ゲームのファイルを確認中、なんかゲームのファイルを確認するのに7分かかるって。ノイマン取ってきます。残り4分、グラボのやつ見てみるか。なんか英語の記事のやつなんだけど、ソラさん曰く100ドルくらい安くなるらしいね。すげえ。待っててよ。これや。どれだ？
コンチクショー。なんだよ、出てこねえじゃないか、これ。更新。レイヤーに反応してるってことはウィンドウあるな。あった。だろう。サイが生きてる。お？なるほど。へえ。さっきと挙動変わっとるじゃないか。なんかちょっとよくわかんねえけど怪しいな。怪しいオブ怪しいな。お、来た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 。これで映るっしょ。もう英語で読めねえ、日本語にしちゃえ。違う、これか。なんかね、この記事貼ってくれてた。ん？なんでこれ？ん？これ翻訳ボタンじゃないのか？読み取りビュー違うな。エッジはどうやって翻訳するんだい？なんか辞書ぶっ込まなきゃいけないんだっけ？マイクロソフトエッジって。ページ内。拡張機能とか入れなきゃいけないのか？うわぁ、めんどくせえな。頑張るか。なんて書いてあるんだこれ。これかい？違うんだ、わからん。2070、2080、2080Ti が、そしてさらなるクロックアップモデル、値引き、さらに新型のグラボをクロックアップした新型のなんか出すみたいなこと言ってるね。へえ。すげえ。あれ2070でもう何 RTX2070 スーパー。あれ2枚積みできてんじゃん。何、新型のやつは SLI すると8GB8GB14GB できるってこと。なんかユニビーさんが70は2枚買いしても意味ねえぞって言ってたけどね。2070も倍掛けで、倍になるじゃんこれ。倍になんてなってねえな。14ギガ倍にはなってないな。16だもんな、倍。2ギガ損失してるけど、でもできるようになるってことなのか。2060ですらできるようになるってことなのか。へえ。ってことなのかな。ざっくり。行こうぜ。多分もう終わったろ。確認した？確認できた？確認できた？メーターは終わったけど、なんか変な感じになってるよ、これ。ファイナライズ中。なんでよ、ファイナライズって意味わからないよ。なんですか、ファイナライズって。お前、左下見てごらん、これ。あ、俺、ハムスターいて無理だ。あ、来た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 来
30分は30分じゃ済まないだろうけど、1時間ぐらいでみんなも寝ないとぶっ倒れちゃうし、わしもぶっ倒れちゃうから、行くぞ。じゃあもっとうまく効率よくエディットできないもんかね。なんか挙動がな、おかしくなっちまうよね。なんでだろうね。トリガーで竹やって動いてるのがまた動かなくなる。意味がわからないよ。動いてたものが動かなくなる。全く意味わからないよ。
ゆっくりちゃんもつながんねえ。ダメだこれ。知らねえ。ダメだ。言わなかった。夜中だからコメントねえ。行くぞ。みんな寝ろ。行くぞ。どっから音出てんだよ、これ。おあ、そっか、ストーリーモードと続きか。そっか。ああ、そうか。楽しみじゃん。ホスピタリティの設定を同期中。なんだ？ちょっとハードディスクの抜き差しして、SATA ケーブルの位置いじっちゃったりなんかりしてるから、ちょっと怖いな、データが。クラッシュしてねえか。クラッシュしてねえかっていうか、まあ大丈夫だと思うんだよな、ドライブ面元に戻したし。どれだ、どれが続きなんだよ。これからなんで鼻押さえるんだろうね、サッカー選手これ。なんでサッカー選手鼻押さえるんだろうな。なんかこのゲームちょいちょい鼻押さえてんだよな。ゲー。いくぞー！ なんだ急に元気出してきやがったよ。エディット大変だったわ。デバッグ祭りだったわ。できねえじゃん。コントローラーがバグっている。再起動の必要ありけり。なんか FIFA やってるときこれちょいちょいなるんだよな。頼むぜ。殺し合いなんだよ、こっちは。一回これ再起動します。あ、またオンライン。あ、そっか。オンライン許可と。ゲーム始めるまで20分経ってんですけど、ひどくない？段取り悪すぎじゃない？こっちか、これか。いくぞ。押したよね。俺押したよね。押してない。押した。もう一回押したよ。多重起動なっちゃうよ。来たね。2回押しちゃったけど大丈夫かな。よし、くせえ！キーボードバグりませんように。ふぅ。病み上がりだからうめえぜ。なんでもうめえ。野菜ジュースだろうがなんだろうがうめえ。お願いです。コントローラーバグりませんように。まあでも夜中にやるのがいいのかもね。なんか夕方ぐらいにやったら、こう、本当にサッカー好きな人が来て怒り出しそうっていう恐怖があるんだよね。なんか伸び伸びできないそうじゃん。じゃあ配信外でやれって話なんだよな。でも怒られそうじゃん。じゃあ配信外でやる。まあそれは置いといて怒られそうじゃん。おっ、しけるける。東京になってる。だってハムちゃんが良くない。よし。ハムちゃんのビーガンも完了。行くぜ！バグったー！君たちよく耐えられるね、こんな配信。よく耐えられるね、君たち、こんな配信。俺だったら怒っちゃうよ、俺だったら。
またコントローラーがバグったよ。待って、これでもう一回バグったらやばいぞ。さすがに解散案件だぞ。なんでパソコンのエラーを乗り越えて再起動して戻ってきたのに。これログで見てる人辛いだろうな。まあ、すっ飛ばしゃいいんだけどさ、どこまで飛ばせばいいのかめんどくさいよね。バグんじゃねえぞ。俺は言ったからな。言ったぞ、お前。バグるんじゃないぞ。言ったぞ。頼むよ、来いよ。サッカーしたいだけなんだ、俺は。頼むよ。横はいいんだよ、横は。縦、おかしくないんだよ、縦。頼むよ。縦の動き。縦の動き大丈夫だな。行こう。行こう。行こう。この女の子はちょっと失敗しちゃってんだよな。それじゃ。え、演歌？なぜか寂しくて、え？しんみりあなたと。なんか金持ちだろうが貧乏人だよ、ろうがお前もか。スター選手だろうがなかろうが不安なんだ小な。さだ。こんなに疲れてるのに、なんで眠れないんだ。さあ、なんでだろうな。なあ、また同じピッチに立ててよかった。そりゃお前は勝ったからな。へえ。試合結果で寝られないのか。コーチからの電話のせい。それで16歳にしてはよくやってるって。それでワールドカップ予選の代表に選ばれたの。やっぱりね。さすがだよ。ありがとう。電話に出ないと。その後お祝いだぞ。うん。こっちは真夜中だ。起きてたでしょ。東京はどう？まあ起きてた。その東京は新鮮で悪くない。いいこともあったし、妹のキムが女子ワールドカップ予選のアメリカ代表に選ばれたんだ。妹って言ってたもんね。まだ16歳じゃなかった？うん。わあ、すごい才能の持ち主ね。キムにおめでとうと伝えて。ああ。めちゃめちゃ興奮してるだろ。あ、それじゃあもう学校の宿題をやらなくて済むな。まさか大学に行くつもりだし、卒業して独り立ちしたいの。でもこうなるとそんなのくだらなく思えてくる。ああ、成功にストレスはつきもんなんだな。いかんいかん、しかも。あ、やべやべやべ、何やってんだ。うるさい、どいて。いかん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 。あと、ムービーが終わったらやめよう。アルマスリーになってるわ。やべやべ。それで、テリーだっけ？チャンピオンズリーグ優勝なんてすごい。まあ、まあそうだな。嫌なの？あいつがイタリアに行ってから、話してない。ガキの頃、親父は毎日クロスを上げては俺たちを競わせてた。俺は10歳でテリーは18歳の頃だ。兄貴は鬼だったよ。
何度も何度も叩きのめされたな。家に帰るのが本当に辛かった。あなただって今やプレミアのスターじゃない。ああ。アレックス、私は有言実行の女。約束したら必ず実現するの。ところで、あなたスペイン語は得意？学校でも習ってたけど話せない。でもそれが何か。今後もスペイン語のスキルを磨いてね。なんかあれね、ビーカムヒューマンみたいなね、デトロイトビーカムヒューマンとかさ、ビヨンドツソウルみたいな感じのまさかそんなことあるイベントだね、イベントっていうか。レアルに入ることが可能だって。5年契約のオファーが届いてクラブはもう移籍。ビーカムヒューマンみたいなね感じもあるね、ビヨンドとかヘビーレインとか感謝の言葉もない。公式の発表があるまで口外しないでね。あなたがヨーロッパに戻ったら会いましょう。契約をまとめるから。それがサッカーの結果で変わるっていうのもすごいね。やけに嬉しそう。そりゃ妹のことが嬉しくないはずない。お祝いに行こう。ええ、東京なら空いてる店もあるし。二人で行ってこいよ。俺は疲れてるから。おい、珍しいな、大丈夫か？問題ない。分かったよ。じゃあ、またね。ラウンジってなんだ？ねえ、テリーの話のせい？え？違う、全然違う、ただ疲れてるんだよ。時差ボケもあるし、そろそろ部屋に戻って寝るよ。そう、じゃあまた明日ね。ああ、わかった。あれ、なんでスマホ割れてんだ。おお、待て待てよ、どっち行った。なるほど、だから結果は悪くないとどんどん関係が悪くなってくんだ。ダニーがアレックスでプレイシーズンでツアーで、決勝で勝利する 7.5 以上。キムのベーシックトレーニングがダメだった。あ、前回もうちょっと一生終わりだったのか。ジムのあの過去のやつ面白かったな。ウルティメイトチームプレイ、キックオフをプレイ。なんだこれ、どういうこと。いや、相変わらずこの選択肢がようわからんのよね。もう待って待って、これアルマス2になってない、エディットってなってるよね。ごめんなさい、もうむちゃくちゃな感じですね。部活と書いてきます。部活と、あとなんかロキさんに怒られそうなので、まあさすがに寝てるだろう。一応飛ばしとくか、ピッと。でまあサムネ、もう包丁にしとくか。うん、包丁の画像にしとこう。これだ、これだって何やってるか分かんないから。あいつウルティメイトプレイってなんだ、 UT。 とりあえずジャーニー。ジムハンターが100ゴール決めたボールを解除しました。キックオフやウルティメイトで使いましょう。あ、だからボールが試合で使えるよってことなのか。なにー、アレックスから行くか。情報見ようと思ったけど行っちゃったよ。
なんだっけこのマーク、なんだっけこのマーク、なんだっけこのマーク、なんていうチームだっけ。ようこそ。アレックス・ハンターと5年契約を締結します。レアル・マドリードにアレックスが加入することで、ママレードみたいなやつ、ラリーガを再び制覇する。そしてチャンピオンズリーグでももう一度比類なきクラブであることを証明してくれるでしょう。へえ。サッカーも公開契約みたいなあるのか。またコントローラーバグってるよこれ。マジか、子供の頃に目が覚めました。とても光栄です。あ、ダメやね今日。この時を夢見ていました。監督に感謝を。サポーターの皆さん、僕はこのチームの偉大な歴史に新たなページを書き加えるため全力を尽くす所存です。あら、アラマドリー。アレックス、お願いします。アレックス、あなたはすでにビッグクラブで潜在能力を見せてきました。しかしレアルマドリードは世界一のクラブです。毎年チャンピオンズリーグでの優勝をサポーターは期待するでしょう。あなたはプレッシャーにどう打ち勝ちますか。タイトルに貢献する。どう打ち勝つかって、タイトル獲得に貢献することかな。プレッシャーもレアルマドリードの一部だからこそ偉業を果たせるんです。チームメートのレベルに鑑みて、あなたはこのクラブで十分にアピールできると思いますか。ここで成功したいからそうありたいです。全力を尽くして初めてのメジャータイトルの獲得に結果は良くなかったんだよね。笑顔を見せて。グラシアス。ピッチできないといいんだよね。え、どういうこと。画面裏に行くとバグってしまうんだよ。それをこうすれば治る。治らねえ。なんか治る方法があるんじゃないの。治らねえ。おかしいなこのゲーム。このゲームというか、まあこのゲームか。引っこ抜いちゃう一回。頼むぞ。ダメだ。セーブしてるよね。うわー、もうめちゃめちゃねこれ。CS 機でこれもう、まあ、アルマ3のエディットもうまくいってね、もう CS 機のゲーム起動するのめちゃくちゃもう大変だこれ、もう本当に。頼むよ。画面裏行くとおかしくなっちゃう。だから 2K モニターで1080の解像度でやるとこういうトラブルがいっぱい起きちゃうから、もう
あんまり不必要に 4K、2K モニター買うとめんどくせえことになるぞってことだね。まあでも別に配信しないんだったらいいのか、ただリセットすりゃいいだけだからな、時間使うだけだからな。うんうん、できてるできてる、セーブできてる。3時51分、大丈夫でしょ。頼む、試合もしないで解散なんて嫌だよ。頼むよ。行くぞ。頼むよ、ムービーもう一回見せんと。絶対セーブできてるって、俺は信じてる。マドリード、マドリードってどこ？スペイン？行くぞ！ん？うん。3人のヒーローが登場します。それぞれ独自のストーリーがあります。ヒーローはいつでも切り替えられますが、推奨ルートをたどると最適なストーリーが体験できます。じゃあ推奨ルートを取ってみっか。ここでヒーロー変えられるのか。いくぞ。なんかよくわかんないゲーム性だけど面白いな。映画ボス。運命が待ってる。目がくらみそう。アレックス、大丈夫？2年前は契約さえしてなかった。今じゃ次のロナウドだと言われてる。ロナウドがわかんねえ、やべえな、どうしよう。夢だよね、これは。どういうことなんだ、アレックス。君はスターの卵だ。あまりに変化が早すぎて。記者会見での対応は素晴らしかった。プロとして完成されていたわ。まだボールも蹴っていないのに監督に好感を与えた。あとはピッチであなたが得意なことをすればいいだけでしょ。ラリーガを再び制圧。あれ、なんかちょんまげとかいる。あれ、こいつら。もう一度。あ、そっか、俺が17とか証明してやろう。あれで戦ってたやつらじゃん、仲間じゃんこれ。へえ。どちらもスタートが肝心なんだ。頼んだぞ。アントンだ、よく来てくれたな。めちゃめちゃ強かったやつらだ。俺はジョーだ、よろしく。彼らが君を指導してくれる。正直まだ右も左もわからなくて。心配するな、レアルの流儀を教えてやろう。手始めに11対11だ。君はハーフで入れ替わって両方でプレーする。どういうこと？わかりました。赤チーム白チームがあって、赤チームでやって白チームでもやるってことかな。ルールっていうか全然わかんないけど、すげえ球うな。好きな人こういうとこまで分かってるか、すごいよな。まあ、そっか、俺も野球少年だったからわかんねえやつ人はこんな感じなのか。行くぞー、これがやりたかったんだよ。め40分も経ってるじゃねえか。行くぞー、ボール蹴るのになんで40分も。行くぞー、キックオフ。行くぞー。うん、うん、ボタンをクイックにピッと押す方が速いパスが、ああ何やってんだお前、出す方が速いパスができるのか、それとも溜めた方がいいのか、状況か。ボタン押して長押しすると速いんだよな。クレッショクレッショクレッショ、よし、うい、いくよ、いなあ、おつけ。そんなに長いことできるわけじゃないんだ。よし。なんでカバーして、カバーして。行くよ。行くよ。行くよ。
う、強いパス。行くよ。行くよ、行くよ、行くよ。ちょい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 。ええ。いい、クリア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 。いい、いい。いやいや、かばしてほしいな。あ、お、すげえすげえすげえ。あの、高性能アフロじゃん、これ。どこ出してんの、それ。おおどど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 おい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 、うわー、こいつは強えからな。半分こにしても強いもんな。しょい、行くぞ。待て待て、まだサッカーの女なってないんだ。ゆっくり行くぞ。うわ、はえー、15分か。あ、違う、フリーキックか。ふいふいふい、いこいこいこ。違う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 、冷静に冷静に。おい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 、いこいこいこ、おいおいおい、いこいこいこ、いこ、よし、いこいこ。スルーで分かってきた。俺、あの、見てきたんだけど、あれだね、スルーパスはオフサイドなんないみたいだな。パスの位置でオフサイドを取ってるから、スルーパスはオフサイドにならないと。多分待ってるよね。調べてないんだけど、なんか動画見直してたらそんな感じだった。行こう。うち、ほら、なってないもん、なってないもん。いや、それは通らないや。よし、行こう行こう行こう。うわー、それ雑なクリアしやがったな、おい。全然ボールが取れねえ、全然ボールが取れねえ。追いつけ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 、くそ、追いつけ追いつけ、とにかく追いつけ。ひどいぞ。よいしょい。う、大丈夫、ファールになってられない。え、なった？ちくしょー。よいしょ、急げ急げ急げ。抜ける、抜けね。うーん、荒いな俺。いかんいかんいかん、集中するんだ集中するんだ。いけいけいけ、引っかかんな引っかかんな。くそ、せっかく出したのに。うおー、よしよし、行くぞ行くぞ。うする、おらー。いいよ、悪くない、リズム作ってけ。いいねいいね、攻めるんで攻めろ。あのアフロのおじさん、なんか足速いぞこれ。めちゃめちゃ、このアフロのおじさん、すげえ足速いぞこれ。これは通らん。いや、ちょっといかんざけ。いい、いい、行こう。くそ、やばいな、完全に。あれか、うわー、やばい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 。あー、これ成績やばいぞ、どんどん落ちる成績が。待て待て、落ち着け。ほんとに次の試合出れなくなっちゃうから。7.5 以上でしょ、僕ら。 5.9 って入って早々クビになっちゃうよ。ちょ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 、ディフェンス下手すぎだな。よし、いっけ、おらー。あ、待って待って、ちょ、よいしょ、くす、もう一回、くさ、なになになに、あ、リさん、おはようございます。
ちょっと画面裏行くとコントローラーがバグってしまうのでいけないのですが、おはようございます。はい、うい、オフサイドが上がってきた。何その遅いパス、今のはためなきゃダメと。ロングパス出すときはためろと。よし、お、何なんかやった。あー、今のファール取られんのか。うい、いこ、くさ、あ、近い、強引だね。こいこ、よし、おら、スルー、いけ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 、うわー、くそ、何やってんな。あ、今のダメ、あ、今のオフサイドになっちゃうか。うん、わかんねえな。じゃあスルーパスだからいいってわけじゃないのか。調べろって話だな。スライディングの前全然分かってないよな。もう一回実験でやってみよう。いけ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 、くそ、頼むよ。あ、ダメ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 、体ね、うっ、うわ、やべえな俺。あー、下手くそ、クリア。あー、いかんいかんいかん、全然サッカーゲームやってる気がしないこれ。あぶねえな、もう。な、なんだなんだ、全然リズム乗れないぞ。ち、ち、囲まれすぎ。うお、なんだなんだ、全然だな。ひどいひどい、ほんとパスが悪いんだな俺の。俺のパスがちょっとゴミすぎる。ダメだ、うわ、うお、あぶねえ、まずいな。全然うまい、う、よし、行こう。うお、うぅ、あっ、ぶねー。いや、全然全然、なんかやらせてもらってる気がしないね。な、嘘だろ。バカバカ、ぶね、これスルー出してみよう。あ、ちょちょちょ、何やってんの本当に、頼むよ。なんかこう相手のパスをとか進行を妨げるなんかコツとかあるんだろうな。それとも徹底的に攻撃を磨くべきなのかな。相手の出方なんかわかんねえもんな。なんだろうな。でも すごいもんな、今の上がり方、敵のめっちゃタクティカルだもんな。うっ、うわー、やばい、クビになる、いかん、あー、クビになる、クビになる、やばいやばい、クビになる、クビになっちゃうこれ。うん、よし、決まったな、うん、攻撃は最大の防御、サッカーの本質だ。僕に任せて、うん、ゴールはストライカーへの第一歩に過ぎない。スペースを作る能力に加えて90分間走り切り、スタミナも決定力と同じように大切だ。そうか、サッカーって90分も走んなきゃいけないのか、やべえな。
うわー、全然何もできなかった。本当もう息苦しいサッカーだった。メンターグループ、なんか新しいシステムがいっぱい出てきて全然頭が追いつかないぞ。アレックスが新しい特性を手に入れるためにはメンターとしっかり関係を、メンタリスト、各メンターとの関係を最大化すると独自のチャレンジが解除されます。アレックスは次の練習に日にワンオンワンでメンターと対決ができます。なんだなんだ、大体何言ってるかわかんない。メンター誰、メンタリストじゃねえ、あ、タイマンサッカー、いきなりマックス、バック全力でぶつかる、いきなり。ん、あ、コントロールがブリブリ上がると、クロスがブリブリ上がると、あ、出た、フィジカル。フィジカルってステータスだったんだ。なんだフィジカルって。おう。どうすりゃいいんだ、どう。あ、メンターを選んでおくの？新しいシステムだらけでわけわからないな。全然頭に入ってこねえ。メンター、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 一緒に練習する相手ってこと？女房役ってこと？なんだろうな。これはいい、なるほどね、気合入りますね、これは。アレックス、やってやるぜ。置いとけ。ハイネック、タートルネック、タートルネック、長袖、ズボンイン、シャツイン、ピチピチ、頼むよ、決まりなの。え、なになに、決まりなんだ。え？なにこれ。いい。あ、ででちょ、変わった瞬間いくぜ、どういうこと？鳥かご、へえ。なんか練習があんのかね、遊びなのかね。メンターとしてプレイ、メンターとプレイするのはジャーニーの新しい楽しみ方。これ、あ、ハンター、え、あ、うん、え、あ、うそ、あ、メンターとプレイ、メンターとプレイ、いやー、でも試合だからチームで動かしたいな。新しい楽しみ、俺にとっては全部新しい楽しみだ。行くぜ、チームで行く。なんだメンターとしてプレイって全く分からない。
2試合くらいかな、できて。悔しいな、さっきのやつは。ほんと悔しいな。全然わかんなかった。ほんとわかんねえ。なんだろうな、やっぱり疲れ溜まってる時に反射神経系やるとダメなんかね。龍が如くもボス倒せなくなっちゃうしな。すげえ。いやでもこの子大きい大会出てたじゃん。残り25分となったところで注目のアレックスハンターが投入されます。これがレアルでのデビュー戦となりますが、白いユニフォームを着て何を見せてくれるでしょうか。突き放し、ここまでの道のりは平坦なものではありませんでした。ぜアレックスハンターはこのユニフォームを着ることを目標にしていましたが、今度はポジションを獲得することが目標になりました。ゴールどっちだ。こっちが味方ゴールだ。ここでセルヒオラモス、カルバハリ、この選手がクロースです。マルセロ、ボールにはクロース、パスをサイドに送ります。クロース、シュートが入った。アレクサンダーのシュートはわずかに枠の外、入ってもおかしくないシュートでしたね。本当か、かなり怪しいシュートだったぞ。どこがボール、ああ1個分か。ちょっとやばりかぶりすぎたな。ぜー、ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。アレックスハンターが上がっていきます。クロース、ここはサポートがあります。ボールを回しますがなかなか崩れません。あ、すげえ動く。なんだこの、なんだこのアフロ、めちゃめちゃ動くぞこれ。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。なんだこのアフロ、めちゃめちゃ動くぞ。ボールにはクロース、ここで折り返したい。よし、クロースへ、このシュートはどうだ。このボールはしっかりキャッチ。さまざまな噂や不調に終わった移籍リクエストの後、ついにこのレアルマドリードで白いユニフォームを身にまとったアレックスハンターがプレーする瞬間がやってきました。レアルでプレーすることを夢にまで見たそうですね。去年の夏に叶うはずだった夢が今現実となりました。ただ大変なのはここからです。並大抵のことじゃこのチームでポジションを獲得できないですからね。ダニエル・パレホ、キーパーがうまく飛び、大丈夫大丈夫、チームの力が強い。これ何、いいパスとは言えません。決まるか、クソみたいなパス出した。コーナーキックバレンシア、おい強いぞ俺が使ってるチーム、なんとなく分かってきたぞ。あれこれ強いんじゃないこのチーム。時間だね、いいとこ見せないと。コーナーから中へ、よいしょ、ここはしっかりクリアされました。中央へのボールはクリアされました。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ねえ、ここでゴールを奪えばバカ、大きいですからね。あ、出んじゃないやん、当てるな、やばい、ちょっと脳が反応悪いな今日、やっぱ寝なきゃダメだな。言い訳は言ってる場合じゃねえ、全力でぶつかるぞ。パウリスタ、クリスティアーノ・ピッチーニ、このパスはまっすぐ相手に渡ります。あぶねえ、くそー、頼む頼む、なんでかシュートでしたね。力みすぎないなりに頑張るんだ。ちょっと確実に綺麗なパスを集中力を絞っていく。
綺麗なパス打ってこう。うわーひどい、全然ティボー君とは言ってるそばが一発目かよ。ボールを最低最低、本当もこのシュート入れば同点ですが、いや思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。マルコ・アセンシオ、さあスルーひどいな、通りません、中途半端すぎた。うちちダメダメダメ、いいアウト。バレンシアサイドにスペースがあります。よし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 、いざ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 、ガヤ、待て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 、さあ来た、入れば同点となります。ああ殺される、これいかんかん、殺される殺される、ありません、力が入ったかもしれません、ね、ああダメだダメ、全然ダメ、惜しいチャンスでした、ダメだダメだ、何でもそうだ、何でもそうだ、疲れてる時に何かするもんじゃねえ。一番結果から登録ひどいな。キーパーに戻した、モドリッチ、ナチョ・フェルナンデス、全然パスができない、綺麗にできない、いくぞ、パスがまた成功、しっかりつなぎますね、テクニックとポジショニングはしっかりしているんだと思います。うわー、何にもできねー、腹立つー。レアルマドリードが開幕戦を見事勝利、腹立つー、勝ち点3を獲得しました。福西さん、あーこの国民になっちゃうよ。アレックス・ハンターもレアルでのデビューを果たしましたね。はい、途中交代でしたが残念ながら得点できませんでした。しかしチームにはフィットしているようでしたね。今後に期待が持てるデビュー戦になりました。全部おりません。クロス、シュートは入るか。アレックス・ハンターのシュートはわずかに枠の外、入ってもおかしくないシュートでしたね。何言ってってんの、キーパーがガチ来てんじゃねえかよ、入らないよあれは。ペーン、味方に救われた。このパスはまっすぐ相手に渡ります。パレホ、このシュートはどうしたでしょうか。もったいないシュートでしたね、力みすぎたようです。ガヤ、さあ来た、入れば同点となります。うわあ、行こう、ちくしょう、悔しい、あーちょっと次の試合の結果を見て、レアルあんまりにもひどかったらもう休もう。俺もアレックス・ハンター選手にお話を伺います。アレックス、デビュー戦の感想を。こんな朝4時半にゲームやっちゃいけん、うん、またか、ほうほう、バランスを選ぶとピッチ上でのプレーや監督のファンやファンがとの関係に影響、うん、冷静自信か真面目を選ぶと、監督からは好まれますがファンは増えにくくなりますと、まあ、とにかく試合で頑張りたいから。子供の頃からレアルマドリードのシャツに袖を通すことが夢だったんです。その究極の夢がこうして現実になって、僕は未だにこの興奮が収まりそうになくて。その気持ちはよくわかりますよ、アレックス。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。くそー、 6.3 か。またサッカー以外のことも考えなきゃいけないっていうね。ううしい、行こう、次は頑張るから。キーパー練習か、練習試合これで終了すっか。このチームの選手はチャンスを生かす決定力があるはず、それを証明してみろ。
全集ミレートって何？全集ミレート、練習開始。全集ミレート、練習とシミレートって何が違うの？最も効率的な方法は自らプレイすることです。本当に続けますか？あ、なんか違うんだな。シミュレートって言ってるから違うのか、わかんない。RB で高精度シュート。おいえ、あ、RB で高精度シュート。おお、止められた。お、むずい。うう、おい、先生、ハムスターの赤ちゃんシュートだ、これ。うう、あー、ダメだ、真正面すぎる。これいいだろ。うい、キック。うお、弾かれた。うい、おい、やるね。逆、うい、うわ、おお、止めるね。グッジョブ、トライ。しっかり狙え。くそ、こっちや。あ、違う、こっち、違う、こっち、右、あ、違う、右、うわ、止めるね。右、あ、間違えた。右、これ、OK、右。あー、強い。あー、入らない。これは思いっきり右、はい、左、あー、くそ、右、いやいや、右、う、右、えい、右、あ、ダメ、集中して、うわ、ひどい。いつもより入ってない気がするな。あ、ひどい。ええ、あ、くそ、そう、あ、くそ、うわ、うわ、うわ、入らねえ。やばい、明らかに見るからに不調だ、これ。うわ、マジか。うわぁ、 OK だ。う、いいか、どんな成績になってもいい、練習が大事。ミスった。右、くそ、左、よし、右、うお、止めるね。左、右、よし、左、あ、くそい、右、止めるね。右、あー、ミスった。右、よい、左、やつもプロか、プロ、よーし。ダイレクトボレー、ふぅ、シュート、シュート、タイミング合わせた B プラス B、 タイミングフィニッシュ、タイミング、ボレーはボーナスが追加されます。シュートする直前にもう一度シュートボタンを押すと精度が上がります。うん、あ、どういうこと、うん、しっかり狙え。あ、なるほど、こう貯めて、うい、こういうことか。貯めて、よいしょ、貯めて、よい、あ、ん、貯めて、うい、あれ、どういうこと、貯め、うい、え、どういうこと、貯めて、いい、ん、タイミング系、
うい、パーフェクト。あ、このパーフェクトでリズムゲーやりゃいいのか。はいはい。どういうこと？うん。何もさえ出ない。パワーとあれを決めて、パワーを決めて、よし。パワーを決めて、よし。これタイミング。パワーを決めて、よし。でも入らねえじゃん。パワーを決めて、どういうこと？最初のパワーが、どういうこと？わかんねえな。入らねえじゃん、まず。何が精度を貯めるんだ。ダメにした方が入るじゃん。全くわかんねえな。あ、これでいいってこと？チョンで、シュートするぞっていう意思表示のボタンを押してから入れる。シュートするぞ。これでいいのか。シュートしますよ。これでいいのか。はい、シュートしますよ。はい、シュートしますよ。シュートしますよ。やっぱためは普通で、ためは普通、やっぱりためなんだこれ。ためてシュートし、なるほど。ためてパワーを決めてからタイミング減なんのか。なるほど。お、メンター来た。やりまーす。どっちん？未解除。誰もが今日のハンターの取り組みに感心している。何メンターとはできなかった。成功に欠かせない。なんだ未解除。どういうこと？ゲームシステムが独特すぎてわからねえ。未解除ってどういうことなんだ。どういうことなんだ。なんかできなかったぞ。未解除。まあ、いいよ、行こう。よし、じゃあ本日最後の試合に出よう。頼む。ボロボロだよ。行こう。ダメだ。やっぱり疲労感あってこういう反射神経系はダメだ。反射神経ってスポーツ系は反射神経半端ないな。集中力。さあ、ナイターか。サッカー中継にようこそ。今日は実況に西岡明彦、解説に福井忠さんをお迎えして注目のカードをお届けします。こんにちは、今日はよろしくお願いします。俺この解説嫌いになりそう。注目が集まりますね。煽ってくるし。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。この人は多彩なパスが持ち味です。チームをコントロールしてほしいですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。陣形だわ。攻撃側が1なのになんで攻撃的なんだ。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。
こっちすげえな。サポーターもこの試合を楽しみにしているようですね。どちらも勝利を信じていると思います。資産価値が世界一とも言われたクラブレアル・マドリードです。あまりに豪華な選手の顔ぶれから銀河系軍団と呼ばれた時代もありました。へえ、あ、そういうことなんだ。あだ名なのね。なるほど。 ありませんね、あいつは何嘘ついてんだと思ったら。よし、カットしました。ここはどうするでしょうか。よし、いくぞ。なんかこの人たち本当パスがすごいな。この動きがモドリッチのプレーです。すごいすごい、すげえすげえ細かく動くぞこいつ。ラファエル・バラン、マルセロ、モドリッチ、慎重に攻撃を組み立てています。いけ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 、たまに上げてみようの攻撃を。さっき並んで、うわー、学んだぞ。勉強通りだよ。うぅー、完璧だ。どうぞ。両チームのゲームプランも変わってきますよ。さっき学んだ通り。試合の動きが楽しみですね。ヘッドから得点が生まれました。クロス上げてみたぞ。パワーがある選手ですね。コースも最高でした。やったー。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ていうか味方強えな、これ。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。ジダン監督の表情も少し緩んだ気がします。よっしゃー、取り返したぞ。さっきのは一度試合の分やろうと意気込んできたかもしれません。しかしやはりレアルマドリーは強かった。メレロ、さあスタジアムのテンションが上がります。ボッとしてんな、ボッとしてんな。アフロ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 、クロスを出せるか。これは見事に打ってきた。何何何何、ここはキーパーが判断よく前に出ました。よし、よし、お、だからスルーだったら大丈夫と思って。ベイル、絶妙のスルーパス。ブランジ、ジェジェジェ、ミスター。このボールはタッチを割ります。スローインです。メレロ、うぃー、あーくそ。ああいう風に止めてもダメなのか結局。うお、完璧だ、すげえ。ここはアンドさんすごいな。てかめちゃくちゃ動くの早いんだよなこの人は。メレロ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。うい、カルバハル、うい、アレックス・ハンター。よし、いいぞ。これだから、これ大丈夫でしょ。ああ、ミスった、ミスった、ミスった。下手くそやな。パスコースにはディフェンスがいます。うんうん。ベイル、もうちょっと。このスルーパスは直接キーパーに渡った。うん、なるほど。スルーはもうちょっと調整して使わなきゃいけないな。だ強いな、このチーム、なんか。クロースへ。中を確認したい。すげえパス通るもんな。よいしょ、あっ、今のタイミングで押せばいいのか。あのもう一個、あ、そういうゲージだったのか。なるほど、面白いな。っていうかすげえチキチキ力があって、めちゃくちゃチキチキするとすげえ強いんだけど。お、さすが高性能アフロさん、あれ取っちゃうんすか。マルセロ、うん、ここはサポートがあります。あ、調子乗った調子乗った。わ、すげえすげえ、取られないぞこれ。抜けるの、抜けるの、すごいな。どちらが取るでしょうか。レアルマドリードのスローインです。おった。ずるいくらい強いぞこれ。ちょっともう一回余裕あるからちょっとチキチキするぞ。おお、抜いた抜いた。ディフェンスをかわします。おお、さすがに調子乗ってきた。激しいプレスでボールを外に出させました。すごいな、あんなゴール前で1回でもやったら余裕だぜ。うん、
イスコ、よいしょ、押し、クロス、さあどうだ、あれうらーボールがこひとまず危険な、すげえ味方だ、味方が強すぎる、3回もシュートさせてくれたぞ、ね、カウンターの場面でしたが守備が戻りました、よしガレスベイ、うん、この選手がクロースです、強引すぎた、ひとまず前に出しました、なになに、カルバハリ、イースコ、味方につなぐこともできます、ダメだろこれオフサイドだろ今、危ない危ない危ない、ボールを大きく押し出します、あ、やべ、アムラのおじさん頑張って、速い、足速い、うまく読んだインターセプト、うん、ああ、綺麗につながるな、レフリーの笛が鳴って前半終了、スコアは1対0、ゲームはハーフタイムに移ります、1点じゃ安心できねえ、叩き込んでやれ、前半のアレックス・ハンターについてはいかがでしたか、やったこれ褒められるぞ、前半の主導権を取りました、後半も1点取れればかなり楽になりますよ、朝の5時に何興奮してんだ俺いいか、強え、味方が強え、逆にこのチーム来たら簡単になるんじゃないのか、サイドからの攻撃を、なるほど、個人として選手としては大変なのか、30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました、両チームのゲームプレイ、この選手がクロースです、イースコ、難しいシュートでしたが枠を外れます、終わるぜハイライトされてる、あのシーンが、くそー、ボール支配率 65% とかやべえな、くそー、後半のキックオフはレアルマドリードからリードして折り返しです、やっぱ疲れてるとなんか全体がよく見えないな、あーほらひどい、攻撃に移りたい、ちょっと舐めるなよ、相手を舐めるなよ、ちちちボールを運びゴールに襲いかかります、おら取って、うん、行こう行こう行こう、いい行こう、いいよし、あーしまったしまった、イスコがスルーパスを狙いました、うえ、おらーくそ、もう一度喜ぶかと思いましたが、アレックス・ハンターの2ゴールではなりません、 タイミング悪かったな、ただ今日はいい位置にいますよ、このままのペースでいけばもっと取れそうです、取れ取れ、取っちゃうよ、任せてくれ、ちょ、いかん、さあ、スタジアムのテンションが上がります、さすがにそれは取れるわ、いや、いくぜ、ハンターがボールを持った、あー、なに、弱い、これは相手にパスしてしまいました、うい、あー、面白いなさあ、どう組み立てるか、待て、全力でいけ、全力でいけ、強く低いクロスが入った、これは止められるだろ、これ止められるだろ、なぜかシュートが入りません、俺いけ、このシュートは入ったと思いました、ドキッとしましたね、サイドから中央を見る、打ってきた、選手交代です、ピッチを去る選手にサポーターからは大きな声援が上がります、交代するのがもったいないくらいですね、素晴らしかったです、さあボールを入れ、同点ゴールね、同点かと思いましたがシュートは決められません、力が入ったかもしれませんね、こういうチャンスを逃しているとどんどん苦しくなりますよ、あおるね、よしアフロさん、うい、うい、
カルバハル。ボールにはクロース。うわ、クロースのパスがカットされました。うお。ここから先の出しどころに苦労している様子です。よし、はい、あ、くそ。あ、そっちじゃない。レフェリーはコーナーキックの判定。シュートもう一度ご覧ください。ゴールとの距離を考えればコースを狙うべきですよね。シュートを打ち上げた時点でノーチャンスですから。腹立つな敵。ボールを入れました。ここはしっかりクリアされました。中央にクロスが上がった。コーナーからのやり直しです。そっちじゃないんだが、まあしょうがない。ゴール前に入れた。よっしゃい。よし、ちょカバカバカバカ拾って拾って拾って。シュート地獄になるよ、地獄になるよ。さあ上げたい。バカ、うっさー、もう何やってんだよ。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。もうクリアしまえばよかった。ドカンとけってひどい。もう一度見てみましょう。もう一回見よう。キーパーはボールに触っていますね。これは悔しい。いや、ひどいな。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。あまた下くぐってる。水冷機とかすげえ音出してるね。悔しい。ダメな、集中していくぞ。調子に乗るな。イスコ、クロース、アレックス・ハンター。うん、さあ、もっともっとあのボールを奪われましたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。よし、取れ今の取れでしょ。これは見事なインターセプト。待って、ひどくない。危ない。頼む、集中力、最後の集中力頼む。集中力全然ないよ。丁寧に、いつものやついこう。丁寧に小さく回そう。確実なモドリッチ。うん、スルーで抜けよう。あ、強すぎる。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ドローでよしと思うのか、勝利を取りに行くのか、ベンチの選択が問われます。な、この選手がクロースです。強いと結構雑になってしまうのかな、パスが。イスコ、チョイスルで、もうクロース。それちょっとここは下がってブロックを作ります。さらにスルーからのスルー、イスコへスルー。あ、ちょ、悪くないよ。クリスチャン・リベラ、カウンターのチャンス、仕留められるか。ここは素早く戻られました。カウンターは決まりません。やばい。行くぞ。ういい、いけ、足早い。バスケットの前にスペースがあります。痛い。あー、くそ、俺が出してた。くそ。どちらもここで選手の交代があるようです。頼む、集中。あー、ハンター変えられちゃったよー。あー、しょうがない、シミュレートしよう。ハンター変えられちゃったよー。そー、後半明らかになんかちょっと実験しようとして遊び入れちゃったもんな。バカー、もうあそこドカンと蹴っ飛ばして出しちゃいいんだよ、遠く。プループキー。監督レートは、あ、何にも上がんねえ。嘘、1点取ったよ。そういうんじゃないの、やっぱりパスが良かっただけ。
よし。さあ、よし。ああ僕たちと当たらないでよかったな。よくわかるぜ。フルスに負けるなんて無様だからな。そうか。お前の夢のチャンピオンズリーグ優勝が消える、うんうん。俺なら生きていけないだろうな。そうかよ。ん？何やってんのこれ。ついにテリーと戦うのか。兄弟対決はメディアも騒ぐだろうな。あ、特別な試合だ。あ、兄弟だったのか。お、マイケルだな。彼は元気か。あ、国際的スターのウィリアムスを顧客にしたんだぜ。そりゃ元気だろう。よろしく言っといてくれ。あ、気が向いたら。じゃあバイナラ。アレックス、FIFA が人種差別反対のイベントをマドリードで開くんだけど、あなたも招待されてる。トップスターが勢揃いよ。ネイマール、デブライネ、ロナウド、他にも。わかった。それからどんなチャリティーに寄付したいかを考えて、練習の後で会見するよう手配しておく。ブランドの件も考え始めないとね。もうすぐ写真撮影だから、それまでにロゴを仕上げておかないと。いい考えがある。え？母さんは優秀なデザイナーなんだだろ。デザインに参加してもらえばいい案が出てくると思う。面白い考えだけど、他にも経験豊富な。サッカーのことも知ってるし、世界中の誰よりも僕のことを分かってるだろ。おかんねじ込もうとしてんだ。完璧だよ。スタローンみてえだな。あ、母さん、洋館来るとめちゃくちゃになるぞ。あ、くそ、ダメだ。面白いけど集中力が切れてる。1点取れたのがミラクルだな。真っ向からもうボロボロだったからな。最後はひどかったな。最後のサイド祭り、クリアの仕方っていうか、どちゃくそだったもんな。最後最低。くー、元気な時にまたやりたいですね。じゃあすいません、今日の今日のところは これで終わらせたいと、終わりにしたいと思います。配信途中その前半トラブってしまって申し訳ありませんでした。ではちょっと、まあできればまた明日顔を出したいと思います。まあ今日か。一旦失礼します。お疲れ様です。寝る方は寝る、仕事行く方はちゃんと休んでくださいね。